別れた後も来る元カノ。これは今から二十年ほど前に私が悩まされた体験です。当時、私は二十四歳の会社員で一人暮らしをしていました。名義が祖母の物件だったので家賃は格安。 経済的にも恵まれていて快適に過ごしていました。この頃、私には交際歴3年目になる19歳の彼女がいました。彼女は私が一人暮らしをしていることをいいことに、学生の頃はよく私の家へ入り浸っていました。 しかし、高校卒業後に彼女は就職し、車で1時間ぐらいかかるところに配属されました。その職場近辺で彼女は一人暮らしをするようになるものの、そのぐらいの距離をものともせず、地元へ帰ってきては私に会いに来てくれました。 広角と素敵な彼女だなって思いますが、今で言うメンヘラなところがあったんですよね。毎日の連絡なんてのは当たり前でしたし、そっけない態度をとるとすぐ、手首を切るから、なんて脅迫じみたことを言われました。頭痛薬を大量に飲んだり、 なんてことも。とは言っても、実際にリストカットしたような傷跡はないですし、頭痛薬を飲んだと言っても少し気分が悪くなる程度。まあ、私の気を引くために狂言じみたことをしていたわけです。まだ彼女が学生で地元にいた頃は、 会う頻度も多かったので、ましでした。職場近辺で一人暮らしをするようになってから、蒸気のようなメンヘラ具合にエスカレートしていったのです。そのうち付き合っていられなくなり、放置していると、他の男性が好きになった、と言って、 彼女の方から別れを告げてきました。私も彼女のメンヘラっぷりにヘキエしていましたし、別れることにしました。しかし、この別れから3ヶ月ほど経過してから、私の身の回りで異変が起きるようになりました。 私が友人と遊んでから帰宅すると深夜3時を回っていることが結構ありました帰宅後に衣服を脱いだりし寝室へと移動しますふとカーテンへ目をやるときちっと閉まっていなくて隙間があったんですきちんと閉めようと窓に近づき 何気なくカーテンの隙間から下を見ました。すると、下の道路に元カノっぽい女性がいるんです。私の住んでいたところは7階だったので、顔まではっきり見えませんでしたが、元カノがよく着ていた服装を着ていました。 スタイルや髪型も元カノそっくりです。ですが、時計を見ると深夜3時半。こんな時間に元カノがいるはずがありません。単なる見間違いだと思い、そのまま眠ることにしました。さらに異変は続きます。 別の日に私が自宅で寝ていると、玄関のドアをノックする音で起こされました。何時だと思い時計を見ると、深夜4時。そんな時間に誰か来るはずがありませんから、夢だと思いスルーしました。するとまた、コン、コン、と、 ノックの音が鳴りました。その時に気づいたんです。このノックの仕方は元カノの叩き方と同じだということに。玄関のドアスコープから外を見てみるも誰もいませんでした。これが一度だけなら 私の思い過ごしでよかったかもしれません。ところが、蒸気したような現象が週一回程度の割合で起こりました。さすがの異常事態に私は元カノへ電話しました。元カノはそんなことしていないと言い張ります。 私と別れるきっかけとなった男性とはすでに別れているものの、わざわざ地元まで戻って、そんな嫌がらせするほど暇じゃない、と言われました。確かにそうです。元カノの移動手段は原付きでしたから、車で1時間以上かかる私の家まで、原付きであんな時間に往復するなんて、 非現実的です。とはいえ、実際に異変が起きている以上、完全に元カノの話を信じる気にもなれません。そこである日、玄関ドアをノックされている時に元カノへ電話しました。元カノは電話に出てくれましたが、案の定、 あんた何時に電話してきてんのと怒りまくっています。私は、お前うちの玄関前にいるだろう。ドアノックしてんじゃねえよと反論します。元カノからは、寝ぼけたこと言うなと切れられました。この時にわかったのですが、 元カノの電話口からドアをノックする音は一切しないんです。寝ていたというだけあって背景に音は一切なくシーンと静まり返っています。しかしこちらではドアをノックしている音が聞こえるんですから元カノでないことはわかりました。 すぐに玄関前に行って、ドアの覗き穴から見てみましたが、やはり誰もいません。これで一見落着したかのように思えましたが、未明のドアノックと道路に佇む女性の姿は、それ以降も何度も繰り返されました。 この異変のせいで、私はうつ状態のようになってしまい、せっかく格安で借りられている市営住宅を離れることになりました。引っ越してからは、元カノの生き量は現れなくなりました。いまだに、あの現象は何だったのかと、思い返すと、 不思議で怖い体験です。最後までご視聴いただきありがとうございます。毎週土曜日21時からはお酒を飲みながらの生放送、箱分けの飲んだら乗るなラジオ放送中です。 ぜひ遊びに来てくださいね。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローもお願いします。それでは、今夜も素敵な悪夢が見られますように。